野村古道作。銭型平次取物控え。五型機。一。早分、泥棒は物を取るのが商売でしょ八五郎のガラッパチはまた変なことを言い出しました。商売はおかしいが、まあ世間並みの泥棒は人の物を取るだろうな。銭型平次は、 妙暴のおしずに給仕をさせて、遅い朝飯をやりながら、こんなことを言っております。桜には少し早いが、妙に身内のくすぐられるような、言うに言われぬ、いい陽気です。ところは、その世間並みでね、泥棒があったんで。物を取らずに何を取ったんだ置いていったんで、親分。物を置いていく泥棒はないぜ。 忘れ物じゃないかとはこじ開けて入ってよその家物を忘れていくやつはないでしょう話はこんがらがっていけねえ一体どこに何があったんだ手軽に白状しなお茶を飲みながら聞いてやる白状ときたね石を抱かせる代わりにせめて落眼を抱かせてもらいたい出がらしの番茶も飲みようがあるあんな野郎だおじい 狙われたものを出してやった方がいいよ。平次が顎をしゃくると、おずは心得て、落眼の箱の蓋を払ってやりました。口数は少ないが、柔らかみと情外のこもった、愛も変わらぬいい女房ぶりです。お親分の命だが、泥棒が金から川の飛び切り上等の懐たばこ入れを忘れていくという方はね。おまけに、キセルは金だ。あれは安くちゃ買えませんぜ。 ガラッパチはまだ頭を振っております。落眼はもう四つ目。さあ、一人で感心していずにぶちまけてしまいな。落眼が気に入ったら箱ごと持って帰っても構わないから。大佐決まればいいんだね、親分。馬鹿にするな。エイと八五郎はこういった隔てのない心持ちで話し合っております。親分も知っていなさるだろう神田愛雄い長の。 高知屋又辺。界隈で一番という家持ちだ。知らなくてどうするものか。外勘だの三分の一も持っているだろうと言われた高知屋又辺。万両無限の大町人の平次が知らなくていいものでしょうか。大旦那の又辺。金はあるが、せがれ夫婦に死に別れ、孫の北郎という十一になる男のことをたった二人、奉公人と小判にうずまって暮らしている。 それがどうしたその高知屋へ、昨夜泥棒が入ったんで。金は取らずに、その豪勢な懐中タバコ入れを置いていったと言うんだろう。その通り。それっきりかえお気の毒だが、ねっきりはっきりそれっきりで。はあ切れた野郎だ。落腕だけ無駄になった。おし、箱を片付けた方がいいよ。平次は笑っております。早耳では天才的なガラッパチの八五郎。 毎朝一回りさせて、その情報の中から何か異常なものを限らそうとするのが、長い間の平時の習慣ででもあったのです。高知屋には金が唸なるほどあるでしょうそれはあるだろう。その金には目もくれず、坊ちゃんの北郎の寝部屋へ忍び込んで、金から川の税を尽くした懐中タバコ入れを、天並い机の上へ置いていったというのは変じゃありませんか フのうちに誰か忘れて行ったんじゃあるまいね。部屋を乗り越えて、縁側のアマトをこじ開けて、人の家の中へ物を忘れに入る野郎はありませんよ。うん。少し変だな。これが変でなかった日にゃ。楽観を返上して、三遍お辞儀をして、帰りたいくらいのもんで。惜しい。ついでにようもあるだろう。冗談じゃないぜ、親分。 そんなに甘いものを食った日にゃ、病院を起こす。病院や血の道と縁のある顔じゃねえ。予感を食いながら、今度は何を白状しやがいいんでそのタバコ入れは誰のだ分からねえ。それほどの品が持ち主のわからないことがあるものかタバコが入っていたのかこのタバコは少しばかり。おかしいぜ、ハチ。当分、こちらから目を離すな。 近いうちに何か起こるに違いない。それは心得ていますよ。それから、今度高知屋へ行くついでがあったら、そのタバコ入れを借りてこい。そう来るだろうと思って持ってきやしたよ。高知屋でも世間へ知らせたくないから、そっと調べてくれという話で。それはいい塩梅だ。ハチがそれほど気のつく男とは知らなかったよ。へっ、そのつもりで付き合ってもらいやしょうか。 カ、こいつは落飯やようかんじゃ安いや八チゴはそう言いながら懐中タバコ入れを取り出しました少し古色を帯びた金からか、ザクロを掘った金銀金具少したくましいが目片のしっかりした銀ギセルまでいささか破ったくはあるがその頃には申し分のない贅沢な品です中を開けてみるとこのタバコが少々 薩摩や国府でもあることか、これは刻みの悪い、色の黒い、少しマグソ臭い地タバコではありませんか。アち一杯っぱい買おう。こいつは面白そうだ。平次はそう言いながら、恐ろしく念入りにタバコ入れを見ております。二。平次ジの予言は見事に当たりました。それから三日目、ガラッパジの端頃は、 マげブシを先に立てて飛んできたのです大変、親子また大変かい、どこの心臓にくどかれたそんな気楽な話じゃねえ、カチ屋の坊ちゃんがやられた何やられたに違いねえ、今朝兵の外に冷たくなっていたんだ行ってみよう、ハチヘイは事件の重大さをかぎらした様子でガラッパチと一緒に宙を飛びました 神田あいおい町まではほんのひとっ走り、一町四方もあろうと思われる高知屋の屋敷の中は、あざっぱらから大変な騒ぎです。ああ、ゼリガタの親分、ちょうどいいところへ来てくだすった。孫が大変なことに。もう、六十を越して、一粒種の孫の鬼太郎を、杖とも柱とも頼んでいた、老主人又兵衛の顔は、 悲しみの素像を見るように生産でした。刻みの深い方はねじ切れそうに歪んで、中地とかんだ唇はわなわなと震えるのに、少し腫れた老いの目からは、再現もない涙が後から後からと湧いてくるのです。とんだことでしたな、旦那。私には、殺されたものとしか思えませんが。 慣れた親分の上で見ててやってください。兵氏は静かにうなずいて主人の導くままに奥へと進みました大勢の雇い人たちは恐ろしい不安に縮み上がって障子の陰から縁側の墨からそれを見送っておりますこれを見てください親分洞国とお悦とすすり泣きの中へ 平治と八五郎は分けて入りました。町人にしては贅沢すぎると思うほどの絹やごの中に横たわっているのは高知屋の秘蔵孫ご、北郎少年の痛々しい姿です男人形のように可愛らしい目鼻立ちも老主人の又兵衛には未練だったでしょう額に触ってみるとひやりとする冷たさ傷は一つもありませんが。 親分老人の言葉をそのまま信用するわけにもいきませんがどこにもらしいもののないことも事実ですゆうべどこかへ出たのでしょうか後先のことを詳しく聞かせてください兵士は一座を見渡しましたそこには少なくとも10人はおります昼頃から湯島の叔母のところへ行きました あんまり遅いから泊まってくるだろうと思って気にもせずにいると、今朝この姿で塀の外に転がっていましたよ。あきらめきれない様子で老主人はそっと冷たい額に触りました。私も悪かったよ。ご一友達が来て一曲二曲とつい無調になって追いが帰ったのも知らずにいたがそういうのは。 四十前後の立派な武家です。あなた様、ババーカと申す、浪人者じゃ。あ、ババ諸少女祭様で。ご存知かのいやはや。ババーカは、場所柄笑いもならず、にがり切りながらも、額を叩いております。立派な御家人で、無きながら鳴らした武士ですが、あだ名を諸女祭と言われるほどの主語で、その下げのために浪人し、 又兵衛の娘、鬼太郎には、叔母にあたるおよねをめとって、高知屋の貢献をしている人物です。どなたも、坊っちゃんが帰ったのを、気がつかなかったのでしょうか、馬場様。それは、家内が知っているだろう。馬場要が後ろを振り向くと、そこには、十二歳の品のよい女が、つつましく控えておりました。又兵衛の娘、鬼太郎には、叔母のおよねというのでしょう。 老井の太郎は明神様の境内へ行って遊んでいました。近所の子供たちとは顔なじみで、いつものことですから気にも留めずにいると、早生町から迎えの者が来て、連れて行ったということでございました。迎えの者平次は聞きとがめます。迎えをやったはずはありません。それがどうも変で。又兵衛は言うのです。鬼太郎少年を殺した大きな手違いは。 ここにあったのでしょう八大急ぎで無人様へ行って境内にいる子供たちに昨日の夕方のことを聞いてきてくれどんなことをして遊んで何時ごろかいの者が来たかその風邸と人相が大事だこったん八五郎は飛び出しますところでどうしてこんなむごたらしいことをしたでしょうおえねはガテンのいかの様子で平時に尋ねました 傷のない死体はその頃のの人には全く不思議だったのです。とんしではないかな、平次。ばばっかな目は少し平次をたしなめる調子でした。履物はありましたか死体のあったあたりに平次は他のことを言います。それも気をついて一応探しましたが、坊ちゃんの履いて出た草履はありませんでしたよ、親分。そう言ったのは27、8の。 気の利いた男ですお前さんは花房町の佐吉でああ油屋さんの平次はようやくこの男を思い出しましたジョージアの養女になった又兵衛の末の娘乙女の許嫁で高知屋にも出入りしている良い男だったのです佐吉は出過ぎたのを後悔する様子で少し顔をあからめました 吐き物がなければ、やはり。殺されたのでしょうかおとみは、ぞっと身震いをしました。ジュークの役。これは一座を、ぱっと明るくするような娘です。気の毒だが、やはり、人手にかかったのでしょう。出した覚えのない向かいが行っただけでも、ただことではありません。おかしなことがあるものだな。そういう、ばばかなめの顔を、 一座の者は、つい見やります。北郎が死ねば、高知屋の大信頼は、おばのおえねか、おえねの妹で、佐久間町の長寺屋重三郎にもらわれている乙女に継がせるほかはなかったのです。いや、これは人手にかかったに違いありません。一番卑怯な殺し方ですよ。下手人は、後ろから坊ちゃんの顔を、反転か入れ巻きで包んで、 後ろ向きに背負ったものでしょう。後ろ向きに背中合わせに顔を包んで背負われると小さい平気なものではどうすることもできません。坊ちゃんは下手人の背中で声も立てず身動きもならずに死んでしまったことでしょう。あまりの恐ろしい想像にみんなは息を呑んで聞き入るばかりです。口を開いて目が飛び出しておりますが 首には縄の跡も爪の跡もありません。体にも何の傷もないところを見ると、平次もこの恐ろしい想像の飛躍に、思わず口をつぐみました。3。3> 銭形の親分、二三 <laughs> 日前妙な泥棒が入って、タバコ入れを置いていきましたが、それとこれはかかりはないでしょうか 主人のマタベはさっきからそれを言い出そうとしていたのです。あるかもしれません。タバコイでは八五郎に貸してくだすったのを私も見せてもらいましたが、あれはここにいる人がみんな知っているでしょうか平次は一座の顔を見渡しました。馬場金目夫妻、長寿屋重三郎、養い娘のおとみ、その言い名付けの佐吉、あとはばあやの沢と、 番頭の西助と、主人の又兵と平次だけです。家の者を二三人だけは見ましたが、あとは誰にも申しません。体裁の良いことではないし、それに言う暇もなかったのです。もう一度見せてもらいましょうか。主人の又兵は立ち上がって次の場から、泥棒の置いていった金から草のタバコ入れを持ってきました。あ、あなた。 驚いたのは、バ・カ金目の女房、およねです。これですが、親分。このタバコ入れを、見知りの方はありませんか二三日前、高チ屋さんへ入った泥棒が置いていった品ですが、兵士はタバコ入れを取って、みんなの前に降りました。ちょいと廃墟。手に取ったバ・カ金目、無造作に調べて。これは、拙者のだが、 泥棒などが持ってくる通りはないで、こう言ってのけるのです。もう少し詳しいことを伺えませんか、馬場様。このタバコ入れはどこで手に入れなすって、いつ人へやったとか、亡くなったとか。何も念のためですが。兵士、お前は、この馬場な目が泥棒だというのか馬ババカの目の顔はさっと青くなりました。 平氏の意図が分かると、凄まじい激怒が、残っている武士仇を刺激したのです。とんでもない、旦那。私はただ、そのタバコ入れが、どこをどうしてこの家へ入ってきたか、知りたかったのでございます。平氏は、すっかり恐縮してしまいました。それならよ、二度と聞いてはならんぞ。へ。拙者、世にある頃、組頭から頂戴した品だ。 道路の身になってからは贅沢な品と思ってしまい込んでおいたが、近頃また取り出して、一二度、このタバコを入れて用いていたよ。それが、いつ頃から亡くなったか。もう、およね。ひと月ほど前でございます。おうねは、響きの音におずるようでした。お聞きの通りじゃ。まだ疑念があるかな、平次。よくわかりましたが。 どこで紛失なすったのでそれがわかれば返してもらうわい。だから。馬な要は、おかっぴきの頭の悪さを軽蔑するように、声もなく笑いました。旦那がその頃、出入りなすった家は、ここと町内の五階所くらいのものだ。そう言われればそれまでのことです。この上をしてものを聞いたら、一本木の少女祭が腹を立てることでしょう。 ゼニガタヘイジも唯一の手がかりを失って、旗と工事入りました。ちょうど、その時でした。親分、わかったぜ。ガラッパチは、鬼の首でも引っさげたような勢いで飛んできました。誰だ、坊ちゃんの迎えに来たのは。馬バ,バさんの家からだそうで。何誰がそんなことを言ったヘイジも馬場要も、容易ならじと声をかけたのです。 四人さんの境内で遊んでる子供たちですよ。あの顔ぶれは毎日同じだ。まじは一個はありませんよ。こち屋のおばちゃんが昨日くしゃみいくつしたかまで知っていますぜ。無駄はよしな。夕方を迎えに来たのは顔はろこに見なかったが、おしろいの恋、しわかれた声で首に古傷があったそうですよ。その女は、おばさんが呼んでいるからすぐ、馬場さんね、帰りましょう、と言ったそうで。本当か、それは。 嘘だと思うなら、証人は六、七人、明神様の携帯に遊んでいますぜ。呼んでいきましょうかほんのしばらくの間、台風の目へ入ったような恐るべき沈黙が続きました。そんな馬鹿なことがあるはずはない。子供の言うことなどが証拠になるものか。第一、おしろいの濃い下女などを使った覚えはないぞ。馬鹿かは、肌とガラッパチを。 みます。ばば様、八五郎と子供は、後で存分に叱っておきましょう。それはまあそれとして、旦那は夕べから今朝の夜明けまで、どこにいなすったか、それを聞かしていただきさえすれば、私には何の疑念もございません。坊ちゃんを殺したのは、お武家の仕業ではございません。それはよくわかっておりますが、旦那の昨夜のことを。黙れ、平次。ばばっかなめは、 むずと膝をつかみました。もう一言言いすぎたら、平次を抜き打ちにやっつけたかもしれません。馬場さん、ご立腹はもっともだ。平次は悪気があって言うのではないようだ。堪能するように話してやったらどうでしょう。主人、またべは、この争いを見かねて口を入れました。相手は武士ですが、衆とに変わりはありません。旦那様。 おとけさまのおいの前で、荒いことはお控えくださいまし。ね、親分。昨夜のことは、私から申し上げましょう。おいでも、つい見かねた様子で、夫、金目を止めながら、一方は平次へ、妥協的な言葉をかけるのでした。ご心臓様,様、ありがとうございます。そうおっしゃってくだされば、どんなに私が、助かるかわかりません。昨夜はね、親分。 夕方から午が始まって、とっと、洋歌詞してしまいましたよ。月に一度はあることですが。ウ根は日頃の鬱憤を少しばかり漏らしております。お相手は、町内のマスダ屋の隠居と中屋の若主人。お二人とも夜が明けてからお帰りになったのですから、お聞きになればわかります。これほど立派なアリバイはあるでしょうか。平時も深々と首をうなだれて。 それはどうも。と言うより他にありません。私には覚えがありますが、語に来る方には、徹夜もありがちのことですね。でもそのために、馬場の旦那が潔白と分かれば、何が幸せになるかわかりません。佐吉はそういうのでした。これも若いくせに、語が好きで有名な男です。 高知屋の孫殺しは、それっきり行き詰まりました。北郎が死んで、一番儲かるのは、高知屋の大寝台を相続するもので、順序から言えば、又兵衛の姉娘。馬場要の連れ合いになっているお嫁ですが、これは痩せても枯れても武家の女将で、すでに竹に縁づいた上は、今更夫を捨てて、高知屋へ帰ることもならず、そうかと言って、夫の馬場要と一緒に、 高知屋へ入り込むことは父親の又が承知しそうもありません馬場要は名台の大酒飲みの上来楽で豪傑でおまけに煙草家や鬼太郎の死について一脈の疑いを持たれたので又兵衛が「うん」と言わないばかりでなく馬場要自身も馬場姓を捨てて町人の家を相続する意思などはない様子だったのです。 すると相続人はたった一人おえねの妹で長寿屋に養われているおとみでなければなりませんこれならばまだ若くもあり油屋の佐吉と飯名付けの間柄といってもまだ終言したわけではないのですから高知屋へ戻って戻れないことはなかったのです高知屋の大神代はこうしておとみの方へ転がりそうになってきました 親分こちらの下手人は上がりませんかガラッパチがそう言ってきたのは、事件があってから十二三日も経ってからのことでした。今度ばかりは、見当もつかねえ。驚いたな。お尻もは、とった一人、心当たりがあるんだが、ガラッパチは少しもじもじしております。誰が怪しいんだ行ってみな。オプラへの先来ですよ。うん。 おとみがすっかり乗せているから、小ち屋へ帰るにしても、先と一緒でなきゃ嫌だっていうに決まっていますよ。油絵は派手にやってはいるが。うちは火の車だ。小ち屋へ乗り込むとなれば、あんな所帯は猫の子にやっても惜しくありませんぜ。ガラッパチの花の良さ。平次は大きく頷きました。それも、幾度も考えた。が、あの時は小ち屋の信頼は、おとみより、 姉のエネの方へ行きそうだった。ところは、ババカナミを疑わせるように。それも理屈だが、先吉はあの晩ほんのちょっと、隣の葬室のところへ行ったきり、外へは出なかったはずだ。人を使って途中まで子供を呼び出し、そっと抜け出して、片付けたって誰も気がつけはしませんよ。それはその通りだが、証拠が一つもない。油屋の保護人は三人いるが、 一人も先知が人を使ったのを見たものがねえ。見られるようには出やしません。それは理屈だ。その理屈が通るなら、長寿屋の主人、重三郎だって怪しい。お富が乗り出して高知屋を相続すれば、養い親の長寿屋も、どれだけ甘い汁が吸えるかしれない。とにかく、おしろいの濃い、首筋に傷のある女を探しましょう。それも多分は、こしらえのだろう。 おしろいなどは、濃くも薄くもぬれるものだ。お前も、それじゃ、手も足も出ねえ。岡っ引きはやめだ。ガラッパチは、すっぱい顔をしました。じゅって鳥縄を洗浄したら、とんだいい知恵が浮かぶかもしれないよ。こっては、シアにあたわずさ。平次が、そんな捨て鉢なことを言うくらいですから、簡単に見えて、この事件ほど、平次を手こずらしたものはありません。お前も、もう一度、 引っかかりのある家を当たってみましょうか。なんかの手がかりを拾い当てるかもしれませんぜ。イロハガルタのとおりだ。え犬も歩けば棒に当たる。というやつさ。平次はそんなことを言いながらも、まず長ジ屋へ八五郎と一緒に出かけました。主人は留守、乙は高知屋に引き取られる話がまとまって、妙にそわそわしております。 あのまんのことを思い出してください。ご主人の重三郎さんはどこへも出はしませんかおじゃさん。八五郎の遠慮のない問い。なあ<ー>。おとみは美しい目を見張りましたが、思い直した様子で、とっさんはどこへも出はしません。五つ半ごろまでお店にいて、それから休みました。奉公人が五人もおりますから、誰にも知れないようには外へ出られません。 こう、はきはきと言ってのけるのです。へえ、どうも、あ、はいすいません。とんだお邪魔で。八五郎はとうとう尻尾を巻いてしまいました。ところで、お嬢さん。明日はいよいよ、紅茶へ来取られることになったそうですが、いずれ油絵の先地も紅茶へ向こう入りでしょうな。平次は突っ込みます。とみは顔を背けました。お嬢さん、これは聞かせてください。 私、そんなこと知りません。おとみは顔を隠すようにして、奥へ逃げ込んでしまいました。五八、てめえは表から入れ。花房町の花房町の油へ行くと、八五郎を表から入れて、自分はいきなり裏へ回りました。もう夕方で、店の方はなんとなく、 忙しそうでもあ海外の,の老舗で古めかしく大きな家ですが油紅おしろいから一切の化粧品香料などを売った油屋も時世に遅れがちでなんとなく寂びれて見えるのは是非もないことでしたおおゼリー型の親分さんじゃありませんかいきなり声をかけられて平時の方が驚きました若主人の佐吉は路地の奥で 変な男と立ち話をしていたのです。ああ、佐吉さん、ちょいと聞きたいことがあるんだが。まあ、お通りください。店はごたごたしていますが、奥は静かですよ。今も、お隣の宗司さんと、今晩は5でもどとうか、と話していたところで。佐吉に紹介されると、五尺八寸もあろうかと思われる変な男は、二つ折りになるように小腰をかがみました。 足が少し悪い様子です。それどころじゃありませんが。佐さんはおしろいの濃い首筋に、古傷のある女に心当たりはありませんかよあれですか。ないこともありません。まあ、どうぞ。心当たりがないこともないと言われると、平次もこのままでは帰られなくなりました。佐吉に誘われるまま、 裏木戸を開けて、狭い中庭へ。どんどんお邪魔で。なあ、どうぞ。お茶でも入れさせましょう。平時はいつになく気楽に、そこから入り込みました。縁側には喪失、少し脱足した顔で、夕空を眺めております。その女は、どこのものでしょう。親分。これは、言っていいか悪いかわかりませんが。 一、二年前、ジョ屋ジに、そんな下女がいましたよ。募集女で。今でもいるでしょうかいえ、男癖が悪いので、出してしまいました。それから、コーチ屋や、馬場さんへも、使ってもらいたいとか言って、立ち回ったそうですが、誰も相手にしやしません。それは、いいことを聞かせてもらいました。でも、今頃あんな女が立ち回るのは、変じゃありませんか親分。何か わけのあることでしょう。ところで、佐吉さん。お富さんは明日、高知屋へ引き取られるという話じゃありませんかそんな話ですね。佐吉は浮かない顔色です。お前さんは。お富な何とか言ってくれますが。私は高知屋へ乗り込むのは、お断りしようかと思っていますよ。え本当は、この家を、日本橋のおじのところにいる弟に譲って、 私はおとみと一緒に、ジョージアの夫婦養子になるはずでしたが、おとみが、こちらへ戻るとなると、話が違います。なるほど。ジョージアと油屋なら、借金のあるとないとの違いだけで、家柄も店の格も、そんなに違いはしませんが、こちらでは、ちょちんと釣り金です。こちらの大信頼を狙ったと言われちゃ、私の気持ちが済まないばかりでなく、ゆくゆく人様に、 なんとか言われそうでなりません。今日は改めて、こちらのご主人に断ってきたばかりのところでございます。佐吉の処げているのはそれだったのです。それはまた気が短い。音にはかわいそうですが、こちらの新商には未練はありません。私は、この油絵の主人で結構で。小柄で、キリリとして、いい男の佐吉は、こう言って、 寂しく笑うのでした。諦めが早すぎはしないかな、佐きさん。平次も、そういうのが精一杯の慰めです。私には、五という楽しみがありますよ。宗七さんと、今晩は五でも打って忘れましょう。宗七は、四郎と初段、佐吉も、それに二三目という、相当強いところだったのです。 エイジは慰めの言葉を残して店へ回ってみると、ガラッパチの八五郎は、雇い人たち二三人を相手に、面白そうに話しているところでした。さあ、帰るぜ、八。もうん、待ってごんなさい。花見のお茶番の趣向ができたんだ。妻まのね、堕落だ。エイジは、京に乗る八五郎を促して、それから石前へ、馬場要とおよねの様子を見ようとしたのです。 ジョジョさと来た日には苦手だぜ、親分。あんなのは大概善人さ。高知屋から毎月仕送らせて朝から晩まで飲んでいるようじゃ。善人らしくはありませんぜ、親分。それに、あの女将はしっかり者だ。俺ぐらいは殺しかねない女で。二人はそんなことを言いながら、馬場要の老宅の池垣の外に立っておりました。まじ、さっきのように表から行ってみな。 俺は、裏の方から入ってみる。気が済まないね、親分。しゃれのわからねえ人間が揃っているから、何をやり出すか。そう言いながらも八五郎は、素直に表から案内をこいました。が<お>、その声もわらのうち、ブレイブのよくわいか、白人が飛んできたのです。おお驚いたガラッパチ、四つんばいになって、門の外へ飛び出すと、 うしろからばばかなめ。いけがきの中でみんな聞いたぞ。おいぐらいは殺しかねないとは何事だ。おいは殺さぬが、おかっぴきなら殺してみせる。それ直れ。おう、ご勘弁。ガラッパチ、この時ほど驚いたことはありません。方法の手で一丁ばかり逃げ延びると、言うもやの中には親分の平次。にやりにやりと笑って迎えるのです。 面白かったな。ああ、親分、あれを見たんですか見たわけじゃないが、池崎の中でババカな目は植木の手入れをしている様子だったから、いずれただではすんまいと思ったよ。知っていて、あんな目に合わせるのは殺生だぜ、親分。まさか切りもしないだろうと思ったが、考えてみると危なかったよ。こちらの渡取りは乙と決まって、明日は乗り込むそうだから、姉のおよが貧乏くじを引いて、 一生飲みしろにも困るとなると、ばばかなめの処女祭だって面白くないだろう。これまでわかっていたんで、おや。あの騒ぎのおかげで、俺は裏口の方をよく見てきたよ。さあ、帰ろう。これでだんだん目鼻がつく。おしろいの恋、首に傷のある女さえ見つかれば。平次はそう言いながら、家路をたどるのでした。 6. 平治はしかし恐ろしい感情違いをしましたその晩悪魔は最後的な大飛躍を遂げて世にも残虐なことをして抜けたのですおやぶん朝の光と一緒に飛び込んだガラッパチなんだハジただごとならぬ様子に平治も飛び起きましたた、どう,言うんだジョージアの おとみが、しよった。殺されたか。平次ももう、ことのなりゆきを読んだ様子です。あしの家は、長寺屋の近所だ。小僧が来て叩き起こすから行ってみると、おとみは自分の部屋で刺されて死んでいるじゃありませんか。血の海の中に、真っ白に浮いたおとみの顔の、すごいとようか、美しいとようか。ガラッパチは、一席切りながら、 疲れた人のように言い続けます。抜群な美しさに恵まれた娘の死に顔に、さすがことになれた八五郎も降乱させられたのです。平次は顔もろくに洗わずに佐久間町の長寺屋まで飛びました。裏へ回ろう八。いきなり乙女の部屋へ一歩踏み込むと、血潮の中に崩れた白ボタンの花のような、 よりも痛々しいおとみの死体を取り巻いて、主人のしげざぶろをはじめ、一度ただ、うろうろするばかりです。雨戸に手をかげなかったでしょうな。へえ、こじ開けた様子のないところを見ると、多分、おとみが自分で開けたのでしょう。話し声や物音は聞こえなかったでしょうか誰も、何も聞きません。 今朝小僧が起きて雨戸を開けようとして驚いたようなわけで、知人の重三郎です。そっと死体を起こしてみると、左乳の下を刀でついたのが致命傷で、いかにも見事な手際ですから、おとみは声も立てずに死んだことでしょう。手がかりは何にもありません。八、ここには何にも探すことはない。てめえは湯島へ行って、 昨夜、ばばかなめと、内儀のおヨねがどこにいて何をしたか、できるだけくわしく聞き出してくれ。また、引っこぬかりますよ、親分。気の弱いことを言うな。文句を言ったら、おとみさん殺しの下手人の疑いがかかっている。と、おどかせ。へっ。ガラッパチは飛んでいきました。親分さん、今日、ち茶へ取られるというとき、これはまた、なんとしたことでしょう。 ほとみが、かわいそうでなりません。どうぞ、仇を売ってください。しげざぶろは、打ちひしがれたようになりながらも、平次に頼み切った様子で、こう言うのでした。首に傷のある、厚毛症の下女がいたそうですが、今はどうしました平次は、とんでもないことを尋ねます。一年前に、子をへ帰って、嫁に行ったそうですよ。おさきという娘でしたが、 それからもう一つ、油屋の佐吉は、やはりお富さんと一緒にするつもりだったでしょうな。私も、高知屋の旦那も、あまり気は進みませんが、お富がそうでもしなかったら、承知しなかったでしょう。なんと申しても、若い者のことで。もっとも、二三日前、佐吉が高知屋へ行って、ちょに釣り金だからと言って、一応断ったそうですが。 それだけ聞けば、なんとかなりましょう、どれ。平次はそのまま、油屋へ、取って返したのです。が、ここでは平次も、全く予想外なことに出っ壊しました。油屋の先地は、明け方までこう打って、明るくなってから、葬式を返してやると、それから、所の中へ入って、今、寝入り花だというのです。驚いた飽きんだな。 語がこんなに流行っちゃよし悪しだ。ところで、本当にやっぴて、語を打っていたろうな。平時は何気なく、店の者に聞きました。いから明け方まで三番打ったそうですよ。ひっきりなしにじの音がして、それに背吹きを叩く愛の手が入るんで、寝疲れなくてわりました。これは内緒ですがね、お親ん。番頭と手代は、顔見合わせて笑っております。 おがってにまわって、飯炊きの女に聞くと。よくはあんなに、ごが好きな人ですね。月に一度か二度はよっぴでやりますが、一晩うつつ詰めですよ。カチカチと、石の音がするんですもの。飲みも食いもしないのかいお茶と菓子ぐらいは置きますが、あまり手をつけません。語で腹いっぱいになるんだね。道楽は恐ろしいよ。平次はそう言いながら、 そっと帰るよりほかにしようがありませんでした素人初段の喪七と一晩寝ずにごを打っていたとすればこれは疑うほうがよっぽど無理ですついでに隣の宗七をのぞくとこれは徹夜で興奮したものか座布団の上腹んパいになって朝の空気を深く吸いながらお茶を飲んでおりましたおや銭形の親分さん おはよう。夕べはよっぴて打ったそうだね。佐吉は一度も席を外さなかったかい一晩狙めっこでしたよ。ろくに便所へも立ちません。何しろ、面白い勝負で。どっちが勝ったんだい最初の一番は私、次は佐吉さん。おしまいの一番は私。本当に外へは出ないだろうね。休みなしにパチパチやって、方向人たちは寝つかれない様子でしたよ。 そう言われると、何の疑いも残りません。何目ぐらいのお勝ちでした最初は二目のお勝ち。二番目は中押しで負け。三曲目は七目のお勝ちでした。どうもありがとう。平次はもう一度、油屋へ引き返すと、ちょうどガラッパチが石間から帰って、平治の後を追って、ここへ来たところでした。おいぼん、どうだ、はじ。 いませんよ、二人とも。どこへ行ったんだ坊ちゃんの蓋なのかのタイヤらしい、今日はおとみさんがき上げてくると読んで、手伝い方々、こち屋へ行って泊まり込んだそうですよ。多分、飲み潰れたことでしょう。行ってみよう。平次の頭は、馬場要夫婦でいっぱいでした。北郎を殺し、おとみを殺せば、高知屋の大信頼は、いやも王もなく、 オエネとオエネの夫のババカナメに転げ込みます佐吉は寝ているからそっとしておけ。お富が殺されたと聞かせる役目はさすが俺でも嫌だ。7高知屋へ行ってみるとババカナメは予想のごとく虎になっておりました。えイジかそっちの子分の。 馬みたいな男はけしからんぞ。何仮面を願いたい謝るなら、謝る道がある。僕は行きて、いっぱい付き合え。これでは、手のつけようがありません。主人の又兵も、おえねも、佐久間町の長寿屋の急変を聞いて飛んで行った後に、馬場目は、一人大前として、逆付きを上げているのでした。親本、これはどうしたことでしょう ガラッパチ。八、何もかも考え直しだ。が、俺は大変なことを忘れていたよ。もう一度、油絵へ引っ返そう。本便でも、返しますがね。てめえは素質を抑えて、こっちへ連れてこい。付き合わせる人間があるから。そんなことならわけはねえ。語は強かろうが、俺れっぷしは弱そうだ。そういうガラッパチと別れて、平次は油絵へ。 ファンさん、まだここにいなったんでと、店の者は少し変な顔をしております。花見のお茶番の趣向を聞こうと思ってね。支度はもうできたのかいみんな揃いましたよ。花が咲きさえすれば繰り出せる都合で。手題はさすがに嬉しそうでした。そいつは合議だ。以上もかずらも。小道具一切ここにありますよ。目方はやっぱり、 花見ガツラか何か歌舞伎役者の使う前髪ガツラが手に入りました。ええ、大したことだな。ここにあるのがいおりますよ、親分。番頭たちは夢中でした。が、花見の話はこれだけで、そこへ顔を出した先地に妨げられたのです。おはようございます、親分さん。昨日はよっぴで語だったそうだね。ええ。 悪い堕落で、面目次第もございません。勝ちなすったがえ予算で、はじめは負け、二曲目は勝ち、三曲目は負けました。三目出なきゃ、やはり無理ですね。何目ぐらいの勝負ではじめは二目の負け、二曲目は五目の勝ち、三曲目は七目の負けで。間違いあるまいね。えそれは、恐ろしい瞬間でした。 平士の冷たい一別を食うと、しばらく佐吉の体は硬直したようでしたが、次の瞬間には身を翻して奥へ。待て、来ようだぞバラバラと追いつかる平士それ、火入れを叩きつけて、佐吉の小さいが、下症な体は、裏口から外へ飛び出します。ご、そこへちょうどガラッパチが、総室を連れて、のそりとやってきたのです。 やろうはじ、そいつが下手人だ逃がすな平次は目の肺を一生懸命こすっております。下手人は油絵の先地、前髪がつら、地染めの脇差しや、証拠が後から後からと上がってきました。親分、あしにはわからないことだらけだ。 えどけをしておくんなさい。ガラッパチは、一見落着を待ちかねて、せがみます。なんでもないことさ。最初、お前が言った通り、佐吉を縛れば、おとみを殺さずに済んだよ。今度は、平時一代のしくじりだ。が、ねえ、恥。いくら下手人と睨んでも、証拠のないものを縛るわけにいかねえ。佐吉は、おとみといい仲になると、 急に高知屋の信頼が欲しくなったのさ。長寿屋に元いた下女から思いついて、おしろいを濃く塗って、前髪ガズラをつけて、首筋へ古傷を描いた。あの古傷が手だ。見る人はつい、その傷にばかり目を取られるから、ガズラや体の様子の男らしいことには気がつかない。なるほど。楽屋は宗七の嫌さ。女に化けて、 明人様へ行って、鬼太郎を誘い出し、あたりの暗くなったのを幸い、背中合わせにおんぶするようなふりをして、殺してしまった。金枯れ川のタバコ入れは、誤解書で手に入れて、ばばかなめ、罪をかぶせる財布さ。あの晩、紅茶へ忍び込んだが、何かの都合で鬼太郎を殺しかねえ、証拠に持ち込んだタバコ入れだけ、うっかり置いてきてしまったのだろう。 北郎が殺されて、高知屋の後取りは、乙トへ回ってきた。これは佐吉が見通した通りだ。ババカナメ、少しでも疑いがかかれば、そうなるに決まっているんだ。幸い、ババカナメは、その晩二人も客を呼んで、豪う撃っていたんで助かった。うーん。佐吉は乙トと一緒に、高知屋へ乗り込むつもりでいたが、うっかり、自分の悪事を、手軽顔に、乙トにほのめかしたのだろう。 おとみに大信頼を継がせるつもりでしたことだが、若い娘はそんなことを聞いたら百年の恋も冷めるに決まっている。佐吉は悪賢い人間だが、悪党の心持ちで生まれながらの善人の心持ちを測り損ねたのさ。俺がおとみに会って聞いたとき、おとみはなんとなく怯えていたのだが、そのためだろう。あんなに世間の噂に登るほどいい仲になっていたんだから。 決まりを悪がって逃げるはずはない。へえ<ー>。おとみはさきちが怖くなって、大急ぎで、高知屋へ帰ろうとした。さきちはその心持ちを見抜いて、高知屋の主人に向こ入りを断って、潔白なふりをしたが追っつかない。とうとう、明日はおとみが自分を捨てて、高知屋へ帰るという前の晩。殺す心持ちになったのだ。ごーって言ったのは それが佐吉の悪がしいところさ。ババカメがゴウ打って洋菓子していたばかりに、恐ろしい北郎殺しの疑いから免れて、危ない命を助かった。佐吉はそれを思い合わせて、葬式を呼んで金で口止めして、一人ゴウ打たせ、自分だけそっと抜け出して、おとみを殺してきたのだよ。へえ。ガラッパチの驚きは、大行でした。雇い人どもは、 宗七が一人で打っていることは思わなかったが、三局の勝負の勝ち負けの打ち合わせはしたが、何目の勝負かという細かいことまでは口を合わせなかった。二局目を宗七は長押しと言い、佐吉は五目と言ったのは、その日一人語で、その時佐吉は外へ忍び出て、おとみを殺したのさ。へえ、驚いた野郎だね、親分。 金から川のタバコ入れから一人号。まで、恐ろしいことを考え出す野郎さ。あれが本当の悪党だ。平次はつくづくそう言いました。